広島県立広島井の口高等学校は、広島市西区井の口明神に所在する公立の高等学校。1978年に開校。1956年に導入された総合選抜制度下で、広島市内5校と呼ばれた公立高校と同一グループで選抜を行っていた。現在は廃止されており、単独選抜で行われている。 立花の葉三枚に朝日と波を組み合わせて図案化したもの。京都御所神殿の右近の立花、左近の桜など、桜と並ぶ日本を代表する花である立花は文化を象徴し、三枚の葉は井口高校の教育目標である英知、上層、意欲を表している。朝日と波は古くから、 文化の栄えた瀬戸内海の明けぼうのを表し、広島湾の埋め立て地に新たに誕生した、井口高校の姿を象徴している。井口高校の職員、生徒が一体となって、新しい土地に、新しい文化を創造する姿を表したものである。広島市内六校は、井口高校の立花と同様に各校とも、シンボルツリーを制定しており、船入高校以外の五校の交渉はいずれも、 自公のシンボルツリーの葉を図案化したものであるという共通点がある。また、元町高校、船入高校以外の県立四校の交渉は、一般的な高校の交渉によく見られる中央に、校の文字を配したデザインをあえて取っていない点も共通している。2019年度は、海外の姉妹校からの訪問はありません2006年に、 行われた専門業者によるアスベスト含有濃度測定調査の結果、井口高校施設の吹き付け剤の一部に含有が認められた。ありがとうございます。